はい、皆さんこんにちは。村長スタジオです。今日もまたまたイージードラマー3の当面の最後の動画になると思います。今日のテーマはゴーストノートです。ゴーストノートっていうのは聞き始めの方もおられると思うんですけれども、ドラムを叩いた時にちょっとしたノリを出すための手癖のようなものです。今回はスネアドラムについてお話ししますけれども、イージードラマー3ではゴーストノートをスネアドラムに置いてうまく入れれるようになっています。特にスネアドラムのゴーストというのは叩いた時に遊びのような感覚で、普通の8ビートの裏拍なんかにちょこっと小さな音で入れる音のことを言います。でもこれがあるから音楽にノリが出てきて心地よく聴けるリズムになっていったりします。これを本当のドラムじゃなくミディで打ち込むとなれば、今までとても大変でした。ネットなんかを検索したらたくさんの情報が出てきます。今画面に出しているのもスネアのゴーストの入れ方を説明していまして、ここでは青く表現しているところ、これがゴーストノートです。今までこういうのをちょこちょこ足していました。でもこれって見てわかるように大変ですよね。こういうのを入れていくっていうのは、時間的にもとってもかかります。私なんかは時短ということをテーマに、制作の方もやっていますので、そんなに細かなところまで見れてないというのが、実際は正直なところです。でも、知らないわけではありません。有名なドラマーの方が、お友達の中にも何人かいまして、そういう人とお話をしたりして、ゴーストノートをどのように入れたらいいかというような話は難しいほどのことではないですけれども、大体のことは知識としては知っています。だからどのように入れたらいいかなんていうことも若干はわかってるんですけれども、でもこれを本当に打ち込みするとなると、ドラムのトラックを作るだけでもものすごく時間と手間がかかります。まあこだわる人はもちろんやっているとは思うんですけれども、今回このイージードラマーの方ではそれがとっても簡単に入れれるようになりました。ここには MT パワードラムキットというのがあります。これはそんなところまで考えられて、グループを付属していません。ですからこんな感じです。聞いてみてください。こんな素直な感じのグループがたくさんあります。こちら右の方はフィルですけれども、フィルで若干そういうような打ち込みもあります。けれども、このようにですね、一定音量の音が鳴っていまして、ゴーストというような小さな音は聞こえません。これにイージードラマーは、とっても簡単に入れれるということなんです。ちょっとグルーブを、イージードラマーにコピーしてきます。3小節と、そして今聞きましたフィル1小節分をこのように持ってきます。そしてこの先頭のところを選びまして、そしてエディットプレイスタイルを選択します。そしてここのスネアドラムです。スネアドラムのところにはオールノーツというのとゴーストというのがあります。ここにゴーストを足していきます。ゴーストというのを選びまして、そしてここでそのパターンみたいなものを選ぶということです。ちょっと他の音がない方がわかりやすいですので、ここでソロボタンを押します。これで鳴らしてみます。フィルのところは避けておきますね。はい、今のところゴーストノートは入っていません。でもここでつまみを回していきます。流しながら回します。
そのゴーストノートのボリュームも変えれます。こちらにやると聞こえなくなりましたね。ゴーストのいろんな解説を見ましても、聞こえるか聞こえないかぐらいに入れましょう、というようなアドバイスが多いです。ですからこのように入れればいいわけです。そしてこちらがオールノーツです。すべての音に対しての刻み方などを、ここで選択することができます。ちょっとやってみましょう。じゃあこれでどんな感じになったか聞いてみましょう。そして聞きながら少しいじっていきます。ソロボタンは切っておきます。ゴーストを切っていきます。もう一度リセットします。どうでしたでしょうか。こんな風にスネアのゴーストを簡単に入れるというわけです。この入れたゴーストですけれども、もう一度これでゴーストを上げておきますよね。そしてベロシティも若干上げておきます。このフィルの方にもゴーストを入れておきますね。はい、これで先頭から聞いてみましょう。こんな感じになります。でもこれをですね、グリッドエディターの方で見るとですね、このゴーストというのはこの中には表現されていません。スクロールすると下の方まで見れるんですけれども、ここから下はもうハイハットなんですね。ゴーストノートという項目はここの中にはないのです。でも自然とゴーストは入れてくれるということです。こちらのミディエディターにない方が初心者の人にとっては便利です。ゴミだと思って取ってしまったりですね、このエディットプレイスタイルの方で付け加えられるというトゥーントラックさんが考えに考え抜いた上でこのような仕様にしたんだと思います。余談ですけれども、このようにしておいてこれが A メロとしましたら、 B メロなんかには前回からもご紹介していますようにシェーカーを足すというようなこともできるわけです。シェーカーを足して、そしてどちらにもシェーカーというものは表示されます。けれどもこれではシェーカーはなりません。ちょっと鳴らしてみますね。どこに入ってんだよって感じですけれども、これはアマウントのパターンを変えないと入りません。ちょっとやってみましょうね。これを上げると、
ちょっとわかりやすく大きくしておきます。こんな形でバリエーションをどん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 作っていく。それも超簡単に作れるということで、この辺の機能はあまりまだ日本語解説をしてらっしゃる動画がありませんので、皆さんももしイージードラマー3を持っておられたら、こういうところにも挑戦してみてください。またわからないことなどがありましたら、答えれる範囲は YouTube でお答えします。また全くわからないので本格的に勉強したいというような方は、オンラインでリモート講習などもやっていますのでご相談ください。そんな何回も何回も講習を受けなくても、多分1回2回勉強するだけでかなりイージードラマー3の使い方が上達できると思います。今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。